ピース川はカナダのブリティッシュ・コロンビア州及びアルバータ州を流れるマッケンジー川水系の川である。全長は約 1923km で流域面積はおよそ302,500平方 km である。ブリティッシュ・コロンビア州北部のロッキー山脈に源を発する。上流には水力発電用の WAC ベネットダムと それによって形成された人工湖のウィリストン湖がある。ダムからは東に流れ、アルバータ州に入り、北東方向に流れ、ウッドバッファロー国立公園のピースアサバスカデルタで、アサバスカ川と合流する。その先はスレイブ川となり、マッケンジー川へ流れ込む。ピース川周辺は、ダム、ザオアビーバーピープ,ープルがもともと住んでいた地域である。 毛川商人のピーター・ポンドが1785年にこの川を訪れ、1788年にはボワイエ川との合流地点にノースウェストカンパニーのチャールズ・ボワイエにより毛川の交易地が作られた。1793年に探検家のアレクサンドル・マッケンジーが大陸分水海まで旅をするなど奥地の探求が進み、 1794年には現在のフォートセントジョーン近くのロッキーマウンテンハウスに毛川の交易地が作られた。アルバータ州ではピース川の谷の越えた土壌で19世紀の終わりから小麦が栽培されている。またピース川地域は石油、天然ガス生産の中心でもある。ありがとうございます。